First Take Music。 The First Take Music。 この番組はアーティストの一発撮りパフォーマンスを鮮明に記録する YouTube チャンネル The First Take のアフターストーリーを楽しむことができる音声コンテンツです。 The First Take は白いスタジオに置かれた一本のマイクの前でアーティストたちが披露する一発勝負のパフォーマンスを 4K 対応の高画質高音質で楽しむことができる映像コンテンツです。一度きりのテイクでアーティストたちはどんな姿を見せてくれるのでしょうか。そしてこの番組では The First Take に出演された様々なアーティストの皆様にパフォーマンスした楽曲のお話や撮影秘話などをインタビュー形式でお伺いします。今回登場するのはゆうりさん。 The First Take では今年7月にリリースされたシャッター、そして最新曲のベテルギウスを披露していただきました。現在 The First Take の YouTube チャンネルで公開されています。早速ですが、久しぶりとなる The First Take の収録はいかがでしたか？そうですね、本当に何回目になってもあの白い真っ白の空間っていうのはすごくドキドキするし、やっぱ一人ぼっちであそこに立ってますからいやすごく緊張しますよね、本当に。なのでドキドキしました。前回と違って今回特に意識されたことなどありましたか？前回の時は正直そのかくれんぼでこうたくさんの方に知ってもらえて、ドライフラワーでもまたたくさんの方に知ってもらえたんだけど、その時はまだ僕のことを知ってる人がそんなにたくさんいなかったと思うんですけど、今はこう今までのファーストテイクでも歌わせてもらったおかげで知ってくれてる方がちょっとずつ増えてきてたので、なんかそのできるだけなんだろうな、心に響く音楽をちゃんと歌えるように心がけました。前回の出演を経て周りの反応など変わったことはありますか？なんか前にあの銭湯に一回行ったんですけど、その時にあの男の子3人組ぐらいがファーストテイクの話をしてて、でファーストテイクだったら何が好きっていう話をしてたんですよね。その時に3番目ぐらいに僕の名前が出てたので、なんかちょっと嬉しくてその時はずっとお風呂に入ってましたね。だからずっと話を聞いていただけてバレてなかったんですけど、だからその子たちの会話をずっと聞きながら、なんかそういう風になんか自分がなんかたわいもない話のこう世間話の話題になってるのがすごく嬉しいなと思いました。ではパフォーマンスしていただいた楽曲について伺いたいと思います。今回最初にパフォーマンスしていただいたのは今年7月にリリースされたシャッターでした。この曲はゆうりさんの YouTube チャンネルのメンバーのために書かれた楽曲だそうですが、改めてどういう経緯で制作された楽曲なのでしょうか？あの友達がカメラマンなんですけど、その YouTube をやってて、でそのカメラマンの今までの恋愛を聞いて、彼が歌うために作った楽曲になってて、まさか今回こうファーストテイクで歌うと思ってなかったので、決まった時はびっくりしましたね。本当に初めてのセルフカバー楽曲ということでしたが、ご自身で歌ってみていかがでしたか？最初は本当に歌うつもりも全然なかったんですけど、ただこうシャッターをそのメンバーが出した時に、なんかすごくいい曲って言っていただいて、でこうなんだろうな、その友達もゆうりくんにぜひ歌ってほしいって言われたので、じゃあちょっと自分で作った曲で、その友達のために書いた曲だけど、まあ、改めて歌ってみようっていうので歌ってみました。 The First Take でのパフォーマンスについてはいかがでしたか？そうですね、なんかすごくあの力を込めて歌って、気持ちをもう込めようと、なんかもちろん自分の曲も全部大好きな曲ですけど、なんか友達に書いた初めての楽曲で、自分の中ではなんかすごく意味のある楽曲だったなと思うので、なんかすごく心を込めて歌えることができました。2曲目のパフォーマンスは新曲のベテルギウスでした。この楽曲は今回の The First Take が初披露だったそうですが、パフォーマンスを終えていかがでしたか？このベテルギウスはドラマのために書き下ろした楽曲で、正直歌うのはすごく難しいんですが、でもこうちゃんと歌うと
こうなんだろうな、すごく気持ちを込めやすいメロディーになってるので、今回もなんかなんだろうな、自分の中の思いを全部詰め込んで歌ったっていう形ですかね。もし今回の The First Take での裏話などあったら教えてください。僕の、 あの事務所のスタッフさんがいつもお弁当を買ってきてくれるんですけど、そのスタッフさんからのエールなのか、もう鮭とイクラの親子丼みたいなお弁当だったのですごくこう気持ちを入れてファーストテイクに臨むことができました。最後にこのポッドキャストを視聴しているリスナーやファンの方にメッセージをお願いします。そうですね、シャッターとベテルギウス本当に心を込めてファーストテイクで歌ったので、これからも皆さん の、 あの大切な一曲になるようになるととても嬉しいです。たくさん聴いてください。ゆうりさん、ありがとうございました。 The First Take では毎週金曜日と水曜日夜10時に様々なアーティストのパフォーマンスが更新されますが、公式 SNS には歌う前のアーティストの様子もアップされるので、YouTube と合わせてぜひチェックしてみてください。 The First Take Music